台東区から今年東京オリンピック・パラリンピック出場を目指す2人のアスリートを紹介しましょう。最初はフェンシング日本代表男子フルーレキャプテン松山恭介選手。男子フルーレの国内ランキング第1位の松山選手は、昨年新型コロナウイルス感染拡大後初めて開催された主要大会の一つ、全日本フェンシング選手権大会に出場しています。まずは大会前に撮影したインタビューの様子をご覧ください。久々に、なんかドキドキするっていうか緊張してますね。もう1ヶ月、全日本の1ヶ月前ぐらいから緊張が止まんないですね。でもこれってすごく大事な感覚だと思ってて、まあ、勝つ時に感じる価値に、自分が本気で取りに行こうとしてる時に感じるプレッシャーっていうか、それが久々に感じたっていうか、これで負けたらどうなんですかね。どうなんですかね。どうなるんですか。分かんないですけど、これで負けたらしょうがないって思うのか、どうなっちゃうんだろうなっていう感じですね。まあでも勝負に絶対はないんで、でもまあ結構高い確率で勝てんじゃないかなっていうのは思ってますね、自分の中で。その言葉の通り、松山選手は見事優勝。4試合とも大差で勝利を収める完璧な内容で、2度目の全日本チャンピオンとなりました。全日本選手権、4年ぶりに優勝したんですけど、まあ、自分の実力を考えたら、本当にこの4年間で、まあ、4連覇でも5連覇でもしなくてはいけなかったところを、やはりこう自分が、勝たなくてはいけないところを勝てずに、次 の、その世界だったりとか、そういうところをちょっと見据えすぎたっていうか、自分の実力をしっかり、現実をこう考えずに高みを目指しすぎたっていうところもあったので、この全日本はしっかりまず自分の実力を確かめるっていうことと、あと自分がやっぱりその日本で一番強いっていうのを証明する一番いい機会だったかなというふうに思うので、とにかく良い結果が出て、自信になりましたね。松山恭介さんがフェンシングと出会ったのは4歳の時。お兄さんの大輔さんと共に台東区のフェンシングクラブでフェンシングを始めました。スターウォーズがすごく好き で、ライトセーバーという光の剣で戦う、人たちがいて、それに憧れて始めたっていうのが結構大きいですね。せっかくやってるし、もうどうせなら上の方まで行きたいなって思いが途中から出てきて、だんだん恭介自身もそういう思いが多分強くなって、で、なんか気がついたらもう20年近く続けているっていう状態になりましたね。恭介はどっちかって言ったら前に出るよりも、その試合、ピストって言うんですけど、試合やるところをそのピストの真ん中ら辺とか、もしくはちょっと後ろの方を主な主戦場として戦うようなタイプの選手ですね。アタック型、ディフェンス型と大きく分けるとしたら、どっちかって言ったらそのディフェンス型の選手で、そうですね、日本人でもなんか恭介みたいなそのディフェンス型の選手っていうのは実はそんなにいなくて、どっちかって言ったら、鈴村選手とか、あと敷根選手、斉藤選手、ナショの2人とかはもう本当に典型的なアタックタイプだと思いますね、あれは。時にはストイックなまでにフェンシングと向き合ってきた松山恭介選手。その姿勢は新型コロナウイルス感染拡大による自粛期間中も決してブレることはありませんでした。コロナ期間中はやはりその自宅にいることが多かったので、通常通りの練習の強度で自宅でトレーニングするっていうのは不可能に近い話ではあったので、やっぱり自分が今できることって考えたら、自宅でトレーニング器具も購入したりしたので、そういうのをやったりとか、
まあ、あとはあの今までそのやらなかったフェンシング技術の発信、 SNS を通じた発信というところはあの自分が今できることの一つかなと思ったので、あのとにかくこう、まあ、思い浮かんだことをすぐに行動に移すっていうのはあの自粛期間中に心がけていたことだったので、やっぱり一日一日をとにかく無駄にせずにあの取り組むっていうことがあの一番かなっていうふうに思うので、まあ、振り返るのはまた東京オリンピック終わってからでいいかなっていうふうに思ってます。まあ、次のワールドカップ再開された時に対戦した時にトップのある選手とその時にどれぐらい、まあ、差が縮まってる、もしくは追い越せてるのかっていうところは一つ自分もあのすごく興味深いところでありますし、まあ、そこの、 あの今年の戦い、ワールドカップ再開した第一戦でのフィーリングでオリンピックがまた見えてくるかなっていうか、そういう感じはするので、まあ、楽しみではありますね。はい。まあ、一番大きな目標は東京オリンピックであの金メダルを獲得するっていうことなんですけど、まあ、そこに行くまでにあのワールドカップ、グランプリといったオリンピックの選考試合があったりもするので、あのまずそこであのメダルを表彰台上がるっていうところがあの一つ目標でもあるので、あのそれを実現させたいなというふうに思ってます。続いてはパラアーチェリー日本代表宮本リオン選手の登場です。25歳の時に発症した髄膜脳炎の影響で下半身に麻痺が残る宮本選手、そのリハビリを兼ね台東区アーチェリー協会の初心者講習会を訪れたのがアーチェリーとの出会いだったそうです。日本身体障害者アーチェリー連盟コンパウンド男子のランキング第1位、パラリンピック出場を目指す宮本選手と、宮本選手とは10年来の仲でもある台東区アーチェリー協会副理事長小林康輝さんにお話を伺いました。あの意外とのほほんとした感じです。選手としてでも人としても、ですから意外とこうなんて言うんでしょう、よく試合になると練習ではすごく当たるんですけども、試合になると当たらなくなる選手っていうのはやはりいるんですね。それがそういう人の方が多いと思うんですけども、あまり変わらないですね。ですからあまり動揺しないというか、あまり心拍数が上がらないというのを聞いたことがあります。試合の時にもあんまり上がらないみたいですね。あとなんか打つ時に下がったりするらしいですよ。他の競技と同様にアーチェリーでも新型コロナウイルスの影響で国内外の大会は中止、練習場を使用することもできない期間が続きました。そんなリオンさんが自粛期間中に取り組んだのが、より命中率を高めるために弓の調整をするチューニングと呼ばれる作業でした。矢をこうつがえるこのレストっていう部分があるんですけど、これの部分をいじったりとか、あと、まあ、弦ってこうねじれてるんですけど、それのねじり具合をいじったりとか、まあ、大げさじゃなくて本当ミリ単位で調整していくんですね。で本当1ミリとか2ミリとかずれただけでも全然違う状況になるんで、それを本当に何時間も何時間もかけて繰り返し繰り返しやっていくっていう作業ですね。それやってなかった？全くやってなかったです全然やってなかったです。びっくりするぐらいやってなかったです紙の的を使って行うペーパーチューニングを実演していただきました。チューニングが狂っていると矢が飛んでいくときに矢が大きく動いてしまうんですね。あの目にはもちろん見えませんけども、あの蛇行していったりしてしまいます。そうすると紙を突き破るときにその紙の破れ方が大きくなってしまうんです。それをなるべく小さく、穴を小さくするように弓をあの調整をしながら、また自分の打ち方もあの調整していくということですね。次打つのは羽がついてない方ですね。これであのより穴が小さく開いてれば、あの
羽がなくても修正力が働いてない状態でも矢がまっすぐ飛んでるってことになるんで、まあ、よりこう繊細なチューニングができているっていう証拠になります。特別にチューニングが合っていない状態でも矢を打っていただきます。矢を見ていただくと分かるんですが、ここにこう少し螺旋のかかったこういう羽が3枚ついてるんですね。それでこちらの穴を見ていただくと分かるんですが、きれいにこの形に抜けていっています。矢がブレていないで飛んでいってるということですね。それに比べてこちらの横長にしているのは矢が大きく動いてしまってるわけですね。それで抜けていってますんで横へ広がってる。2本目に打ちましたベアシャフトという羽のついていない矢、これはこちらですね。これがきれいに丸く開いてます。ベアシャフトなんかは、まあ、ほぼほぼこういうふうに開くことはないんで、まあ自分でもチューニングがうまくなったなとは思います。チューニングを習得したことで安定したスコアが残せるようになったという宮本リオン選手。日々進化するその先にはパラリンピック出場という大きな目標があるのでしょうか。そうですね、ゴールではないかもしれないですね。まだそのゴールがどこかも分からないです、自分にとって。だからその後も話してたけど、まだ自分自身でまだ僕はまだピークが来てないって言ってたもんね。そうですね、まだ全然まだ多分伸びしろまだまだあると思います。全然ピークではないと思いますね。年齢、まあ、その普通だったらね、野球とかだったら多分もう引退するぐらいの年齢なんですけど、自分のその思う伸びしろみたいなのもまだ全然あるんで、だから選手としてのピークはまだまだ全然何年も先のところにあると思うんで、ちょっと自分でもまだどうなるかわからないですね。ただやっぱりそのあんまり先のことを考えすぎても良くないんで、まあ、目の前のことを本当一つ一つ、まあ、それはもうなんかその試合とかそういうことだけに限らず、まあ、練習でもそうですけど、まあ、その時その時をしっかりやっていくってことが大事だと思うんで、まあ、その先にこういろんな目標があればいいんじゃないかなって思います。松山選手も宮本選手も自粛期間中決して立ち止まらなかったことで、さらに一歩前に進むことができたのですね。今年も台東区から世界を目指す2人のアスリートを応援していきましょう。